これから春なのでピンクにします。こちらのマネキンが着ている全ての商品と理想のデート服ということですね。はい、私は大好きです。おはようございます。おはようございます。浅上原店の吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、吉田さんにコーデチャレンジをしていただきます。コーデチャレンジですか？はい、コーデチャレンジの説明をします。はい、ここにコーディネートのお題テーマが書かれたカードが5枚あります。吉田さんにこの中から2枚カードを引いていただいて、そのお題テーマに沿ったコーディネートを組んでいただきます。はい、最後にその組んでいただいたコーディネートをこちらにマネキンを用意しましたので、こちらに着せつけていただきます。はい、大丈夫ですか？はい、わかりました。頑張ります。それではカードを用意しましたので1枚引いてください。緑にします。どんなお題が書かれてましたか？冬の仕事終わりデートコーデです。冬の仕事終わりデートコーデ。はい、デートはお好きですか？はい、好きです。それでは素敵なデート服を選んできてください。はい、いってらっしゃい。いってきます。決まりました。あ、いい感じですね。何かコーディネートのポイントはありますか？はい、冬のデートがテーマなので仕事終わりに映画館で待ち合わせという設定でコーデをしました。セットアップは落ち着いた青でコーディロイの素材にすることで季節感を出しました。インナーは黒で引き締めて、コートはカジュアルにすることでカチッとしすぎないようにしました。理想のデート服ということですね。はい、私は大好きです。2つ目のコーディネートです。はい、それでは2枚目のカードを引いてください。はい、これから春なのでピンクにします。お題は何ですか？高校3年生入学式のスーツ一式税込み3万円以内でです。スーツ一式を税込み3万円以内って難しそうですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。任せてください。それではいってらっしゃい。はい、行ってきます。どっちにします？あ、いい感じですね。税込み3万円以内というお題でしたけれども、これで本当に3万円以内ですか？はい、本当です。高校3年生の学生さんということなので安心おまとめセットでコーディネートしました。安心おまとめセットですか？はい、こちらのマネキンが着ている全ての商品と肌着、靴下、ハンカチの計8点税込み2万9900円で揃うセットです。すごくかっこよくてお得ですね。はい、コーディネートのポイントはありますか？はい、爽やかな入学式をイメージしたコーディネートにしました。スーツは明るい印象のネイビーにし、ワイシャツを白にすることで清潔感を出しました。ネクタイはストライプ柄を選ばれる方が多いので個性を出すためにチェックの柄にしました。入学にぴったりのコーディネートですね。はい、ありがとうございました。本日は浅上原店の吉田さんにコーデチャレンジをしていただきました。一つ目のお題が冬のデート服、二つ目が入学用のスーツということでしたが、いかがでしたか？
スーツスタイルからビジネスカジュアルまで幅広いテーマのコーディネートを考えることができて楽しかったです。2つ目のコーディネートの安心おまとめセットはどこの店舗でもご利用できるのですか？はい、全国の洋服の青山でご利用いただけます。詳しい内容はお近くの店舗のスタッフにお尋ねください。お待ちしております。それでは本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。